どうも、音楽推しのモッチーです。今回は X の名曲サディスティックディザイアのベースラインについて、タイジのベースラインとヒースのベースライン、それぞれ比較してみたいと思います。この曲は X 加入前にヒデが率いていた横須賀サーベルタイガーというバンドのサディスティックエモーションという楽曲が元になってまして、なのでヒデが作曲した曲を X がリアレンジした曲ということになりますね。アルバムとしてはインディーズ時代にリリースしたバニシングビジョンに収録されてまして、だからかなり初期の楽曲なんですが、アレンジがめちゃくちゃかっこよくて、ベースに関してもベーシストとしてのタイジの魅力が存分に発揮されている素晴らしい楽曲だと思います。そういう楽曲ですから、この曲のベースラインはタイジが作ったものなんですが、 XJAPAN としてリスタートして以降もライブでは結構な頻度で演奏されてまして、その際は当然ですがヒースが弾いてました。基本的にはタイジのベースラインを踏襲しているんですが、少し違っていたり、そもそも双方面で違っていたりする部分もありますので、今回はそのあたりの解説もしてみたいと思います。ベースラインに関しては基本的に私の耳コピーですが、手元にスコアがあるものに関してはそちらも合わせて確認してます。ですが、そもそも私が間違えていたり、まあ、スコアが間違ってるってことも多少あるかと思うんですが、そのあたりは優しく見守っていただければなと思います。ということで行ってみましょう。どうぞ。ベースの奏法は大きく3種類ありまして、これそれぞれでサウンドキャラクターが違いますので、それを聴き比べてみましょう。で、最初は指弾きということで、これが一番柔らかいというか、丸い音と表現したりするんですが、まあ、指ってこう柔らかいですから、それがサウンドには現れるということですね。で、次がピック弾き。まあ、指弾きに比べて音が硬いですよね。まあ、ピックってプラスチックですから、指に比べると硬い。それがサウンドにも現れるということです。で、ラストがスラップ。でスラップはこの親指で弦をこう叩く、まあ、振り抜いて下の弦で止めるっていう、こういう感覚でもあるんですけど、まあ、それと人差し指でこう引っ張る、でその組み合わせでフレーズを作る。でこの3つの奏法の中では最も音が鋭くて、打楽器に近い、まあ、パーカッション的なサウンドになりますね。見た目も派手ですから、ベースソロとかでスラップを披露するベーシストも少なくないというか、まあ、弾けたらかっこいいみたいなね、そういうところがあると思います。で今回取り上げるサディスティックディザイアはこの3つの奏法全てが登場するので、そのあたりに注目して聴いていただくのも良いかと思います。この曲は今回取り上げた歌唱以外にも当然魅力的な部分はたくさんあるんですが、私の独断と偏見でピックアップさせていただきました。でまず最初に取り上げるのがこの部分。ちなみにこの曲、タイジは指で弾いてます。いくつかライブの映像も確認したんですけど、特に初期の映像では指で弾いているのが多かったですね。これ A メロの歌い出しの部分、まあ、この部分がタイジのアレンジの特徴を端的に表していると思うんですね。でそれはどこかっていうと、まずこのギターのフレーズに対して、ベースはこんな風に弾いている。ギターのこのリフ、こんなふうにキメを挟んで2回繰り返すんですが、これ最初のターンはですね、ルートを弾いていて、で、まあ、キメを挟んで2ターン目はユニゾンになっている。でこういったコンビネーションがある種タイジっぽい。
で、ここって2回ともルートで弾いても良いし、まあ、2回ともユニゾンで弾いても良いと思うんですね。でも、あえてメリハリをつけているっていうところが、まあ、面白いところだと思います。一方で、この部分、ヒースはどんな風に弾いているかっていうと、ここはフレーズ的には同じです。ただ、ヒースはピックで弾いているので、その部分のサウンドの違いはあるかと思います。ベースの出音はプレイヤーの腕だけではなく、使っているベースとかアンプとか、あるいはエフェクターによっても変わりますから、まあ DTM で完璧に再現するっていうのは不可能なんですが、まあできるだけ寄せてみたので、そのあたりも楽しんでいただければと思います。ということで、ヒースのフレーズはピック弾きなので、その辺のね、差異は感じていただけたんじゃないかなと思います。次は B メロの部分。この部分はこの楽曲のベースの最初の見せ場かなと思います。で、ここ胎児はスラップで弾いてます。僕もともとベーシストなんですけど、初めてこのスラップっていうものを見たのはこの曲のこの部分だったと思います。で、当時はね、スラップとか分かってなかったんですけど、この部分はなんかサウンドがかっこいいなと思ってました。で、スラップの場合はゴーストノートを入れたり、やっぱりスラップならではのグルーブが出ます。今のこうチッってやつね、この部分、これがゴーストノートですね。指で叩く音だけを出すみたいなね。そうやってグルーブを作っていく。で、ヒースは同様の箇所をピックで弾いてます。やっぱりスラップとはグルーブ自体異なるんですけど、まあ、ピックはピックで音の統一感とか、まあ、粒が揃う感じだとか、そういったのが強調されると思います。で、この部分なんですけど、 A メロから B メロへ入る部分、少しフレーズが異なってます。で、その部分を聞き比べてみましょう。まず胎児から、次がヒース、このオレンジのフレーズが胎児で、黄色いフレーズがヒースなんですが、違ってますよね。重なってないというか、フレーズ自体が異なってます。この部分なんですけど、ここを一番胎児らしいフレーズだなと思ってます。胎児ってボイスレススクリーミングでも見せた通り、ガットギターのアルペジオめちゃくちゃうまくて、あれ火でも弾けないって言ってたほどなんですが、この部分のベースのフレーズって指で弾いてるんですけど、一般的なこう2フィンガーではなく、ガットギターみたいな弾き方なんですね。親指でルートを鳴らしながら、残りの指でコードトーンを弾くみたいな弾き方で、この部分のフレーズはそのイメージ、ベースをガットギターみたいに弾いてるってことなんです。だから、この部分は明らかにヒースのフレーズは異なってます。こんな感じですね。まあ、見比べてみても明らかに異なると思います。まあ、この辺とかですね、こうヒースはこう、このルート弾いてないですよね、ここら辺って。この部分は先ほどの続きの部分なんですけど、ここも胎児の弾き方のコンセプトはコードのアルペジオなんです。に関してはヒースのフレーズもさらっと聞くと、まあ、これ同じじゃねっていう感じに感じると思うんですけど、まあ、早速ね、ちょっと聞いてみてください。
同じに感じると思うんですが、もちろんこれ指弾きとピック弾きの違いはありますから、サウンドの質感は全然違うんですけど、まあどうでもいいんですけど、これ今回ね、このソフトっていうかこの拡張音源なんですけど、これ買ってみたんですよね。で、このベースちょっとヒースのベースっぽくないですか？まあ見た目の話ですけどね、まあどうでもいい話なんですけど、まあどうでもいいついでに、まあ一言だけ言うと、これ Easy Bass っていうソフトなんですけど、このソフト打ち込みが非常に楽ですね。僕も最近使う頻度がこれ増えてきてて、まだまだね、完璧に使いこなせてるわけではないんですけど、非常にいい感触を得ております。僕が DTM を教えるときは、初心者の間はむやみに音源買わないで、基本的に DAW に付属している音源を使いこなしてくださいっていうふうに教えてるんですけど、まあこう言うてもね、お金かかりますからね、こういうのを買ってたらキリがないので、付属のやつでもそれなりのクオリティ出せるんですっていうところでね、そういうふうにしてるんですけども、だからその分 DAW のグレードの高いやつを最初から買った方がいいと思います。で、ある程度ね、まあ、使いこなせるようになった方でベース音源を探してますっていう方は Easy Bass を選択肢の一つに考えてもいいんじゃないかなと思います。まあ、別にこれ案件でも何でもないのでリンクは貼りませんって。で、本題に戻りまして、フレーズをこう見比べてみると、まあ、ところどころね、こうやって違うじゃないですか。このオレンジが胎児で、黄色がヒース。ところどころ違います。まあ、ここら辺がっつり違うけど、まあ、ちょっと一音ずれてたりとかね、ちょっとだけ違うと思うんですけど、まあ、こういったね、違いが、まあ、胎児の手癖っていうか、やっぱりコードアルペジオ由来のフレーズなんだと思いますね。でもやっぱり思うのは、胎児とヒースって全くスタイルの異なるベーシストだと思うんですね。で、当然これ胎児が作ったフレーズなので、この原曲の良さを壊さないように自分の色で再現していくっていうのも大変なんですが、そこをまあうまくやってるのがもうヒースのこのフレーズっていうことだと思います。はい、ということでサディスティックディザイア見てきましたけど、いかがだったでしょうか。もっとフレーズやってくれよとかね、いろいろあると思うんですけど、まあ、本当はね、一曲丸一曲やりたいんですけれども、まあ、いかんせん私のリソースが全く足りておりませんということで、この動画が面白かったという方は、グッドボタン、チャンネル登録で応援してくださると嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。